瓦礫の撤去も終わりもうさらちにここにあの昭和感があったことが信じられないここで上映できることを持っていあなたのフォーミートを撮るときに近所さんに出演してもらったんですけどその時すごく元気だったんですよね4月9日に近所館長が亡くなってそれからそのままもう閉館ご遺族の方はこのまま取り壊ししようかなっていう話をしています私の代でしまってしまうということに 申し訳なさも感じながらも、まあ、最後に立ち会えるっていうティアドル梅田が閉館した後私は日本各地のミニシアターを回る旅に出た映画館は残したいと島に映画がないドーナツ屋さんと思わせて入ったら映画館って、うん、やっぱし映画が好きだったんでしょうねどうしても映画をやめきらなかった。人々の思考 <laughs> 好みって細分化されたじゃないですかうん、うん、映画館ならではの感動を YouTube とかいろいろありますけど暗闇の中で一つの価値をい若い人たちにこんな優れて映画あるんだよということをやっぱ伝えていくミニシアターっていうのはこの日本国民にとっても大事なものですよね映画館のない街なんかには住みたくないと良さが実感できないとこの文化っていうのを衰退してしまう今は僕らが管理はしてるけど街のものだ街の宝だ こう見ず知らずの人と触れ合うできる場所見られることでその映画が初めて完成する実製作の映画とか見るようになってからあこういう世界もあるんだその映画館の中でしか分かんなかったんじゃないかな出会う場としてはすごい面白い場所だなと思うからシネコンじゃないけどそういったことをやってくれる映画館としてザもあれば映画館ってすぐ気づいたかもしれない小樽みたいにわけわかんない映画館がかかっちゃったら、うん、あらって言っても。 ここまで来たんだから我慢してみようっていうのがあるんですよ。はい、では本日の高橋ひろきのシネマカ、えー、今日も素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。えー、まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、えー、っと大阪をベースにして映画を作って。 えー、バリシア人映画監督のリン・カワイですね。はいえー、今回番組まだ、えー、登場させていただいてありがとうございました。はい、よろしくお願いします。もうご無沙汰しておりまして、しなんか12月になると監督とお会いするっていう <laughs> なんか。あそう、まあ <laughs>、まあ、シネルボでよくお教してくれたり、ね、して。その前は、カムゴーはね、そのちょっと、まあ1年前ですかもう2年、3年前なんですかね、カムゴーは。カムゴーは2021年ですよね。ですね。 去年は、えー、あなたの OMI で、うでねでまあ今年は、まあ、毎年そんなら12月お会いしてます。<laughs> 年,ま <laughs> <の>年末の恒例になってますんで、<laughs> また1年間会わないのかなと思いながらですけどね。<laughs> はい、今回はね、ThisMagicMoment ということで、えー、ドキュメンタリー映画を作られたんですけどもね、監督としてはドキュメンタリー映画は何本か今まであったんですかね。 完全要するに、氷平のドキュメンタリーとして、あるいは完成したドキュメンタリーとしては初めてです。<あ>初めてですよね。はい。じゃあ、はい、と簡単、まあ、ドキュメンタリーじゃないですけども、えー、簡単にあらすじの方お願いします。そうですね、まあはい、基本的に、ええー、と、映、ま、画、あ、監督としての自分が、今まで世話になった映画館を訪、はいえー、ねて、その映画館の、えー と歴史、そして、あの、支配者に、はいうん、まあ、今の映画の現状、そして、今。映画の現状、いろいろ伺うという、えー、構成になっているんですけれども。はい、で、えー、まあ、ある意味では、えー、去年作った、あなたの放映ミート映画の、はい、まあ、ええー、姉妹編とかね、てもいいですよね。はい。はいはいえー、あるいは、まあ、完全な。 劇映画ですけれども、そして立場としても映画監督の話ですけれども、今回も監督の話というよりも劇場の話にしようと思ってて、徹底的に聞く側にして、劇場にいろいろ切っていくというスタイルをとっているの全国、沖縄から北海道まで22時間の劇場を回ってました。はい そうですねだから前回はこう監督が、まあ、演じる演じる監督さんが劇場を攻めていくっていう感じでしたけども今回はわこう同等っていうか同等の立場っていうかそういう感じでね監督自身が接していってお話ししてるみたいなねねそそそううううです,よ、ねですねうんまあやはり今,今回の主役はまあ劇場と、うん、その劇場の、はいえー、関わっているスタッフ感じ。はい まあ、監修なり、えー、シアリストはいはい。ね、だからあの、感銘とか見ると、今までの,その前回の作品にも出てくる劇場もありますし、まあ、いろんなところで目にする劇場名が多かったんですけどね。で、あと、あの冊子とかではこう特殊ページとかでミニシアター組まれてましたけども、この本当、映画的にね、各劇場、紹介するっていうのは少なかったですね、今までね。 いや、えーまあ多分テレビの番組とかニュースとかあったりするかもしれないですけれども映画としてはこれ多分初めてじゃないかなと思うんですよね,、うん、ねこんだ,だけ一,一本に、ね、まとめてっていうね,そうですねだから我々カタログ的に見るのも面白いですしこう自分が行けないんでこうそのロードムービーを自分がこの映画と一緒に歩いてるような感じに、ねはい、なるし、はい、あのまた前作見てはる人はいろ、ま、んな気持ちで。 おもしろみがあるかなっていう作品ですよね。ありますね。まあ、特に、うんえー、まあ、本当に、まあ、新なたの読み取ったのは2021年ですけども、で、うん、えー、This Magic m o v m e n t を取ったのは2022年ですよね。うん、まあ、去年です。もう、はいまあ、本当に1年の中には劇場の中でいろいろ変化が起きたというとを、やっぱり、プリしましたね。その変化も、まあ、うんえー、この新しいのドキュメンタリーの中では出ているんじゃないかと。うん そうですね。あのまあ、コロナの時はね、いろいろその危,機危機感があったので、我々取り上げられることが多かったミニシアターですけどね、やっぱりコロナがちょっと落ち着いてくると、も、なんか営業してたら、一般の方はね、普通にできてるやんっていう感覚がありましたけどね、やっぱり現実は違いますもんね。 でもやっぱりこのこの作品を見るとやっぱり監督はもうミニシアターを応援する神様やなと思いながいや <laughs> え、応援するというよりもやっぱり、うん、自分の力はやっぱり弱いというか、全く力にならないと思うんですけど、うん、要するになんか経済的にも、うんえー、あるいは、えー、地道の努力にしても、うんまあ、できることがやるしかないなと思ってて、うんうん、やっぱり、まあ、自分が今、 まあ、エア監督として、ていうところまあ、日本というとところ日本いう国ですよね。はい、日本でエア監督としてで、えー、やっていける理由は、やっぱりイシアタがあったからと思うんですよ。はいはい、もしそういうイシアがなかったら、そね、おそらく自分のエア監督としてやっていけることは難しいじゃないかと思うんですよね。うんうん、だから、まあ、それ、オン返しというか、まあうん、それ、やっぱりなんか、すごい世話になったので、うん やっぱりそういうミニシアターというものは楽してはいけないなと思ってて、うん、まあ自分なりになんか、えーまあ、この映画を作って、まあ、それのオマージーというか、まあ、それ音開始という感じでやってるんですよね。うんうん、あのねビジネスだけでは片付けられないこところがね、多々ありますもんね、こうミニシアターとはね。うんうん、やっぱり作った作品を上映するところがないとね。 そうそう、やっぱり交流のパートとしてはすごく大事だし、やっぱり家でも絵画見れるかもしれないですけど、やっぱり一人で見るじゃないですか。そ人と会わないし、なんかそういうなコミュニケーションは生まれないですよね、実は。でも映画しかそういうコミュニケーションしか生まれないじゃないかと思う。人とのつながりとか、そういう感じるのはやっぱり映画、 あ、ならではの体験じゃないかと思うんですよね。そうですね。だから家で、そのね、オンラインで見ても、あの見れますけど。癒し的にはあんまりないね。やっぱり映画館で映画を見るっていうのが。ある意味癒しになるってね。そうですね。うん、まあ、一つなんか、うんうん、まあ収集中した行為じゃないですか。絵を、はい。はい。まあ家で見ると、まあ収集。 でできないですよね <laughs> 集中しようとしてもやっぱりいろいろ事情があって、うん、で,もでもある,ある行為が没頭してやると、うん、やっぱりなんか絶対何かな生まれてくるというのは僕を信じるんです。まあ、宗教と同じですか <laughs> や。やっぱりまあ色にすると思うその色,色にするという行為を通じて何か生まれてくる。うん、要するになんか集中して没頭して何か生まれてくる。るやっぱりエアーカーは悪い。 まあ、ある意味では、境界ですよね。うん、やっぱり、エアを見に行くという行為は、一つの、いろりと変えてもいいかもしれないんですけど、うん、どまあその行為を通じて、まあ、絶対、心の中で何か、えー、生まれてくるんじゃないかと思うんですね,はい、はい、ね,ね。やっぱりこれ、ね、監督が大阪の監督という感じで、デアトルね、梅田から始まって、最後は死ねるまで終わるというね。そうですよね、はい <laughs>、ねあの。すごく大阪映があるなと思うと、そのね、もう、 ついてしたら、こう、テアドルメダが閉館したということも、なんかちょっと忘れてた部分があって、まだあるようなね、はい、感覚もあったし、れこれ、いや、まあ、恐竜の話ですね、実は。うん、でも、もうほんみんな忘れたっていうか、ね、もう、そう、あたかもなんかテテアドルメダはもともと存在しなかったのようになってるんですよね。なんかね、<う>まあまあまあ、チェーンが一緒だからね、シネリーブルがあるから、まあ、まあ,まあシネリーブも一個あるんですけど,けど、ね、でも。 その、まあ、特に、まあ、我々の世代、要するになんか、うん、ティアトルメーターの前,前世紀に通った人にとっては、はいはい、やっぱり、なんか、ごくショックを受けたというか、うん、なんか、すごく大きな存在だったんですよね、その、ティアトルメーターの存在感というのは。そうですね、開館した時って割合衝撃的でしたからね、私、知ってますけど、はい、あ、これが本間のミニシアターっていうね。そう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 ,そうあの。小型の映画館はありましたけど、いろいろありましたけど、 それは小さい映画館だってミニシアターではないですね。また、かかる映画も違うしね、要するにね。そうそう、大きかったですよね。ねえねえ、その辺がだから、ちょっと、結局やっぱりこう、テアトル配給とかっていう作品があったから、そのシネリーブル、大阪残ってますけど、まあシネリーブル配給っていうのがないからね、その辺でもちょっとそうですね。ちょっとちゃいますね。あと、あと歴史、やっぱりちょっと、まあは、 浅いというは変ですやっぱりちょっと短いんじゃないですか。うん、リプルできたのは。前、ガーデンシニマもあったんですけど、それもなんか、ティアトルメーターの歴史と比べると、もう全然なんか、短いですよね。うんうん、でもやっぱり、あのロフトの、ね、地下で見るっていうのも良かったですね。そういうね、そういうい思いが、ね。そうそう、なんかもう若者がいっぱい通ってた場所として、はい、なんかう本当におし場所と。空中での下で見るとまた違うね。<laughs> 全然違いますよ、ね、これね、変な、こ一緒の映画館に行く立地が違うだけで、全然感覚違うし。そう、違いますよね。やっぱり、リーブルに行く気持ちと、うん、ティアドルメタリッ行く気持ちは、全然違いますよね。ほんで、そこへかかる映画によっても、ちょっとこれ、テアトル向きやんとか、リーブル向きやんっていうのが、なんか、勝手にありますよね。そう,そ,うそう、我々の中では勝手にそう思うことはある、ね。ありましたよね。ありましたよね。俺やっぱり、ティアドルでかけるべき映画とか、いう感じです、ね。ありますよね。なんかね、 そうそう、まあ、そしてこれも絶対ティアトルで見たほうがいい。<laughs> って感じですよ、ね、そうそう、ティアトルでやったほうがはやるのになっていうのもありましたよね。<laughs> はいはい、なんか工業の映画館、きれいでもなんか、ちゃちゃ入れたいなっていう感じありましたけどね。はいはい、でもそれがまあ映画館を楽しむね、要素の一つかもしれませんね、そういうね。 興味を持ね、そうですね。やっぱりまあそれぞれの特、えーうん、飾があって、それぞれのなんかなんか表情を持っているじゃないですか、顔を持っているわけですから、やっぱりそれがまあシニコーンと全然違いますよね。うん、そうですねやっぱり温かみが、ね、全然違いますか。 まあ要するにその劇場との関係性が生まれてくる。そしてその劇場との関係性が生まれてくると、まあ自然に自分とその劇場の物語り作ってしまうわけですよね。それやっぱりなんか、えー、すごいな緊所の体験と僕思うんですよ。なるほどね、まあ記憶と結ばれてるし、うん、でも多分、シリコンだと、まあ、例えばジョン・ウィックどこで見たか忘れたしうん、うん、カン <laughs> スポッティングはどこで見たかって思ってるんですね。 シねコんでみたの覚えてないですよね。ミニシアターで見た、ね、はい、覚えてないですよ。ね、そうそう。ジョインク、もう自分自身入れてしまいましたね。<laughs> <laughs> 何がジョインクって。これやっぱりね、なんか気になって行けてないところの映画館が見れたっていうのもね、福井メトロもね、割合ちょっといろいろ親しくさせてもらってて、行ったことなくて、はい、福井メトロ劇場も登場したのが嬉しかったですね。あとシアタードーナツも。 なんか、知ってたんですけど、うんうん、ほとんどね,ね行くことないんでね、沖縄にね。で、兵庫なのに、ほとんど行かないですよ、みんな。で,ね、で、すねで兵庫なのに、豊岡劇場も行ったことなかったんで、あ、そうですか。そう,そういい、ね、兵庫屋やっぱり、やっぱりちょっといないかったという感じで、そこら辺見れたのが、まあなかなか行けないですよね。うん、行くのは結構美味いしい。はい、でもやっぱりこういう映画は、そういう、ちょっと映画ファン、映画館、ファンにとってはもうありがたい作品でしたね。 ちょっとあのバイブルで置いときたいなっていう作品になりましたね。うん、あ,ありがとうございます。うん、まあだからそう、もう前作はどうしても映画的でしたからね。あのはいはいはい。あれでも、なんか,か受け方がもうやっぱりこっちとは全然違うかなっていうのがありますよね。ありますね。まあまあ、前の作品も温かみは伝わってきてましたけども、今回はそれ以上にね、温かみが、ね。でもまだまだ,まだ。 取り上げないといいいけけないミニシャーターありますけども。<laughs> いっぱいありますね。<laughs> ねやっぱりまあ物理的に、まあ、全部回るのほど難しいということもあって、パート2作ればいいですよね。<laughs> ですね。でもまあそれにやっぱりちょっと費用もね、はい、かかるしね、そこです,ですよね。簡単には別に行ってないところで行ったらいいじゃないかっていう、ね、<laughs> あ,あいな意見は言えますけどね、そんな簡単なもんじゃないしね。はい、そうですね。ね また最近もその閉館になった映画館もあるし、また復活する、ねうんうん、映画館の話題もあるしね、うんうん、この映画館の問題っていうのは永,永遠に続きますよね。いやもう映画がある限りには続くんですよね。うん,う,んうん、そうそう。はい、だから、まあ、それがやっぱり臨間ドラマでもあるので、うん、それがやっぱり面白いと思うんですよ。うん、なるほどね。 なんか島三部作も作ってはるから、ねはいはい、なんか言われてて、今後、来年にかけてはそれも順次公開になるのかなというのが、情報としては調べたらあったんですけどね。はい、そうです、はい。ぜひ、はい。だから結局、ま、島三部作もあって、このドキュメンタリーも三部作ぐらいまで。<laughs> ね、そのためで、これね、皆さん見ていただいてね、はい、ちょっと余裕を持って。 東京の方はいかがですか東京もね、いろんなゲストの方とトーク交えながら。そうですね、<上>まあ、評判が良かったですよね。大、ね、阪は1月,6、まあ、1月6日ですね。はいはい。えー、まあ、シニルーボーで始まって、スロット、デマチーザ、町元町をやることになりますので、はいああ。そうですか。ね、けアしーマまあまあ、そう、元町がね、入ってなかったもんね、今回ね。 <laughs> 出ましたもん、で出ましたもんやってなかったから。そう,そういや、書いてないですけど、でも、<laughs> 絵は上位してこれて嬉しいですよね。<laughs> ね、それは次を狙ってるという感じで <laughs>、ね、まあ、取材<の>したいです。うん、でもね、ぜひともこれね、ちょっと見てほしいなっていう作品ですね、映画のファンの人にはね。で、まあ、映画館にお世話になってる人にも見てほしいかなっていう。うね。ねうん、ちょっと半分ミニシア・ザ・エイドみたいなね、感じのところもありますけどね。うんうん、でもやっぱりこれでね、 やっぱり皆さんが映画館に、映画イコール映画館にも興味持ってほしいですね。そう、ね、それ。で、そこにはまあ人がいるっていうのがテーマですね、やっぱりね。はい,はい、はい。映画館に、まあやままあ。やっぱり人間ですよ、人間ドラマうん、うんね。監督もね、本当に人間ドラマ、あの今もいろんな映画でね、描いてきたんで、今回はもうドキュメンタリーですけども、その映画館、映画館がもう生きてるような感じですよね。 試合にはいますけど、そのなんか映画館、このこう全部こうスクリーン映さないで座席を映してたんで、なんか各劇場の座席が生きてるような感じですよね。はいはい、なんかそういう感じを見ても、ちょっと面白いかな、こう監督のマジックに、それこそマジックにかかってしまったかなという。いっ持ってくれたら嬉しいですね。<laughs> ね、今日ちょっと椅子を壁紙にしてますけど、<laughs> またスクリーンで、で <laughs> ス,、ね、スクリーン映す画像は多いですけどね。 はい、椅子をメインにっていうのは割合少なかったりまあほとんどないじゃないですか、うん、でもまあ何か表情表現するにはこの椅子に座ってねあの普通の映画でも映画を見てるシーンとかはねありますけどね、はい、はいはいぜひともまあ皆さん本当に自分もこう全国を旅した感じで、えー、見てほしい作品なんで、えー、ぜひと回し運んでいただきたいと思います、えー、最後になりますけれども、えー、メッセージよろしくお願いします あそうですね。まあ、はい、この絵が、えーまあ、まあ、ミニシアター、はい、まあ、絵のオマージーと考えてるんですけれども、でも実際世の中に、えーうん、ミニシアターという存在しない人が多いじゃないですか。はい、はいまあ。だから、まあ、もちろんミニシアターが好きな人も見に来てほしいですけれども、はい、そういうミニシアターのことを全くしない人にも、この絵が構想を見てほしいなと思ってて、はい、まあ、そうすると、まあ、ミニシアターの存在、そしてそのミニシアターに関わっている人々の話も知ることができて、 なんか、えー、とミニシアターまあ帰ることになったり、あるいはミニシアターを応援してくれたり、なると、はい、それが一番嬉しいですよね。はい、今月、あの監督の特集がシネンルーボーで1日だけありますけども。そうですね作でここ。これに合わせて前作を上映する予定は決まってないですか。なんか今またもう一回見たいなという感じもね日本みたいな感じですね。 去年までにはほ,とほ,とほぼ毎年ですよね。なんか、はいえー、シルボさんで、特集やってくれたんですけど、ね、全編やってくれたんですけれども、も、えーまあ、やっぱり毎年やってるということは面白くないし、うん、まあ、そうですね、まあ、ただ今年は3本しかやらないんですけれども、はいまあ、来年、まあ、まだ、まあ、出していくという感じかもしれないですよね。いつかまたもう一回全作品見てもらえたらいいなと思います。はい また言ってた島さんの作も楽しみにしてますんでね。はい。はい。もう今もまたバリバリ撮影されてるわけですかいろんな。いや、全然撮ってないですね。<東>あ、そうですか。監督はひらめいてそいや。そうそう。パッと撮ってないですけど、ね。かだから来年は多分新作がないので。寂しいな。そうじゃいうのを頑張って。ほんだら、えー、っと、再来年に向けて。<laughs> そうさらに向けて何か新しい作品を持ってこれたらいいんですけれど。はいまあ、国内でね、あの海外もよく行かれますけども、国内でまたなんか取ってほしいですね、まあこれ。これね、ヒットしたパート2もね、本当にあるべきかなと思いますのでね、でねよろしくお願いします。はいでは、魅力ですけども、大阪公開応援させていただきますので、はい、本日は忙しい時間の中、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます